チャーチル風評戦車は、第二次世界大戦期のイギリスの不評戦車である。多方当戦車 A20 をもとに A22 として小型化したもので、国威発揚のために、首相ウィンストン・チャーチルの名を付けた。原型の A20 は、ハーランド・ンド・ウルフ社で開発されたものであるが、A22 への抜本的な改良は、GM 参加の英国法人である。 中堅自動車メーカーのボックスホールが手掛け、量産がも同社が言った。搭載エンジンのネーム、ベドフォードは、本来ボックスホールの商用車部門のブランドである。フランスに派遣したイギリス海外派遣軍が戦車を含む大量の重機材をダンケルクの戦いにおいて遺棄して撤退したこと、同時にナチスドイツによる電撃戦により、 戦車の地上戦闘における重要性が増したことによる、逼迫した戦車事情により、満足に、性能テストもできないまま量産が開始され、1941年6月に、部隊配備が開始された。特に超新地旋回も可能な、メリットブラウン走行装置はトラブルを多発したが、メーカーの対策チームを前線に派遣するなどして、対応。 後に完全に回収されている。第二次世界大戦の末期まで生産と運用が続けられた。実戦からの情報をフィードバックして改良を重ねたため多くの派生型がある。ノルマンディ上陸作戦以降の西部戦線において制空権を掌握した連合軍とドイツによる機動戦はもはやなかった。第一次世界大戦当時の古い設計思想のため 機動戦ができないほどの低速ではあったが、大口径砲でないと打ち破れない重装甲を誇り、不評戦車としては十分に活躍した。堅実な不評戦車は、機動戦以外では戦術的に合理的な戦車となった。不評戦車の名の通り、どん底でも不評が移動できる場所であれば、必ず移動できる、走破能力が優先された。この戦車の最大の特徴は、 車体よりも大きくはみ出している履帯であろう。現代戦車どころか当時の戦車と比較しても、駆動部分と戦車としての部分の比率がいびつな戦車は存在しなかった。だがそのことが後に、この戦闘車両を戦場で不可欠なものとする。重量1トンあたり10馬力以下で重量に対し馬力、不足だが、低速ギアのギア比が大きいため低速での、走破能力は高く。 超包み能力が120センチあり高い超包み、能力のために誘導輪は他の戦車よりも高い位置についている。超合能力は370センチもあり不正地走破、能力は突出して高く急斜面や湿地、森林といった悪路での機動力が高かった。他の英軍風評戦車同様、チャーチルもソ連にマーク3及び4の253両が、 レンドリースポーに基づいて輸送され、新鋭重戦車連隊に配備され、ロシア語風に、チェールチリと呼ばれた。これらは重量に見合った走行の頑丈さや、ソ連製重戦車より勝る、機械的信頼性が評価された。東部戦線での最初の活躍は、1943年1月の第48新鋭重戦車連隊の配備車両による、 スターリングラード解放をめぐる戦いで、以降も、クルスクの戦い、レニングラード解放、エストニア解放、キエフ解放などで活躍している。しかし、その後の冷戦開始や反共主義者であるチャーチルの名を持つため、この事実は長い間隠蔽されていた。例えば、クルスクの戦いで英雄的な活躍をしたとされる、スクリプキン大隊の装備車両は、 ソ連の公式戦士などでは、キロボルトマイナス1重戦車とされていたが、実際は、チャーチルであったことが、ソビエト連邦の崩壊後の情報公開で、判明している。クルスクの戦いで撃破されたソ連軍、新鋭重戦車連隊のチャーチルマーク4。右はドイツ、第 2SS 装甲軍団の搬送記者。チャーチル不評戦車の偉人は、 1942年8月のディエップ上陸作戦であった。第14陸軍直轄戦車大隊の37両が3波に渡り投入されたが、多くが水没、または海岸で撃破、または角座、上陸して戦闘に参加できたのは、うち17両だけであった。そして、損害の大きさから、作戦は中止され6両のみが海岸に撤退できたものの、 脱出し本国に生還できた、戦車兵はわずか一名であった。しかし、敵砲火によって撃破されたものはわずかに量に過ぎず、防御力の高さだけは立証された。以後、北アフリカ戦線やイタリア戦線などにおいて、主に不評支援に投入され、地味だが重要な存在となった。また、上記のように、ソ連への援助車両としても活躍した。 ノルマンディ上陸作戦では、ジュビリー作戦での失敗の反省から、第79機構士団がチャーチルをベースにした各種の特殊工作車両を多数装備し、分散配備され活躍した。後に正式採用された、チャーチルアバーは、その重装甲とアクロ走破性が徴用され、不評戦車型が退役した後も長く用いられた。チャーチル3インチガンキャリアー。 ドーセット州ラルワースの走行戦闘車両学校での撮影1943年3月25日チャーチルクロコダイルによる火炎放射ボビンを搭載したチャーチルアーバー超包み能力とは戦車が乗り越えられる障害物の高さのことで一般的な戦車で70から80センチ程度調合能力とは残酷など地面に空いている穴や 溝を越えられる。最大幅のことで、一般的に戦車の車体長の半分弱ぐらいの能力を持つことが、多い社長ダージリン、ホーシュアッサム、総填主兼無選手オレンジペコの3名のみが、上院として画面に登場している。月刊グランドパワー2000年11月号、デルタ出版月刊グランドパワー2000年9月号、デルタ出版、オスプレイミリタリーシリーズ。 世界の戦車イラストレーテッド3、ビーベレット、チャーチル不評戦車1941-1951、第19日本海画、1993年。戦車謎解き大百科2005年、三一人社官、イキノブオチョ、ISBN4 から769812493、ユニバーサルキャリアが、ベースハット、ルーラーズ、オブイラクサウディアラビアベリーオールドヒュードウィズ。 ビッグパーティーインバグダッドライフマガジンメイ271957プリングウィズプリングウィズトゥータンクスファウンドインイラクエアミュールジュアルチャーチルザ・ジョルデニアンマーク7ありがとうございます